基本の豚汁。ごぼう。ごぼうの皮を剥くには、丸めたアルミホイルで軽く表面をこするのが良い。流水で洗いながら軽くこするとこんなにきれいになる。乱切りにする。ボウルに入れて水に浸す。ごぼうのアクが抜ける。大根。3センチくらい使う。皮を剥く。大根を切る。5ミリ幅に切る。いちょう切りにする。人参を3センチくらい使う。人参を切る。端を切り落とす。5ミリ幅に切る。いちょう切りにする。半月切りでも OK。玉ねぎ。切って半分だけ使う。両端を切り落とす。2ミリ幅に切る。ネギを斜め薄切りにする。インゲンの端を切る。斜めに3、4分割する。豚バラ。3センチ幅に切る。これは猫の鳴き声。鍋にごま油を入れる。火をつける。インゲン以外の野菜を炒める。豚肉を入れる。肉を広げながら炒める。
水 800cc を入れる。だし小さじ2。満たさせる。アクを取り除く。味噌を入れる前に火を止める。半量の大さじ 1.5 の味噌を入れる。味噌を溶き入れる。弱火で 7,8 分煮る。味噌残りの味噌を入れる前に火を止める。残りの大さじ 1.5 の味噌を入れる。味噌を溶き入れる。インゲンを入れる。沸騰させないよう温める。味見する。うまっ。この動画を気に入ってもらえたら、チャンネル登録よろしくお願いします。まで